ジャパニーズ。よー、恥ずかしい、ザゲル。いったはゴーカメラマンはギャグー。今日はね、スリム君がいません。はい、はい、今日は、ヤングの持ち込み企画ってことになってるのかな、はい、そうです。今日は、スリムがいないっていう、ちなんだ、持ってきたんだけど。ちなんだ、持ってきた。ちなんだ、テーマを持ってきたんだけど。ミスったな、今な。軽く流すなや。うん、頼む。顔が漏れないやつね。ジャパニーズ。というわけでね、最近さ、スリムやっぱ人気じゃん。女の子のファンが多いというか、お前ら二人のなんかきっしょいなんかもっさい感じと違ってさ、やっぱキラキラしてるというかさ。いや、全然そんなことない。あいつ別に喋んないだけだって二人ヒゲ面じゃん。でもさ、スリムって人気あるって言ってもやっぱさ、喋んないじゃん、全然。ほんとそうだ、あいつずるいよ。どういうキャラか、まだ図を見せきれてないっていうかさ。でもあいつ普段からあんま喋んないんだよね。そう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 。で、なんか意味わかんない時にテンション上がって、みんなからキムタがれるっていう。キムタがれる。キムタがれる。キムタ？キムタクか？疲れんな、お前。というわけでね、はい、そんなスリムのお休みの日に密着してきてるので。あいつが、なんもない時ってことか。撮影とかね、なんもないオフに密着して、ちょっとスリムの素顔をちょっと見れたらなと思って。あーや、つまんなさ。なーや、なんか面白いことしてんの？面白いことはね、どうだろう。俺は結構衝撃な一日っていう感想かな。ヤング的には驚きってことになってる。そうだね、結構こんな感じかっていう、なんか新しいスリムが見れるんじゃないかなっていう感じかな、俺的には。のいいところって言ったら、確かにスリムのいいところを上げてみようよ。スタート。背が高い。見た目、まあいいとこですから、ね、まあね。あとはということで、じゃあ早速見ていこうかな。はい、行っちゃってして、はい、行っちゃって、はい、お願いします。行っちゃってして、はい、行っちゃって、はい。お前さ、せかすなや。スローせかされるの嫌なんだよな。いや、ほらスローちゃん出たよ。ほらスローちゃん、今日も行っちゃってやろうかね。わかった。汚いな。逆に、逆に。はい、じゃあ早速もあるんで見ていきますか。はい、本日は、スリムのプライベートに密着ということで、スリムのプライベートをマンツーマンで撮っていきたいと思います。まずこの場所が意味わかんない。閑散とした住宅街の中にその姿はあった。スリム、おはよう。黙れ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 よ。いつもと違う。今日よろしくね、スリム。ああ、んお前今日早かったね。お前朝休日のスリムはタメ口のようだ。じゃあヤング、俺らのいつもの朝の挨拶なんだか分かるよな。なんだっけ。バカかよお前は。バカって、お前何も分かってねえな。何年か俺と一緒にいんだよ。バカかよ。関係ねえだろ。関係ねえ。ああ、いや、じゃあ今日どっちを鬼やるの。全然どっちでもいいよ。どっちでもいいよじゃなくて、お前が決めろ。バカか。今日スリムの企画だから全然スリム。じゃあ俺が決めていいんだな。いいよ、全然いいよ。じゃあ全然いつもと違うじゃん。よーい、スタート。休日のスリムにルールなどない。さあ、待って待って、え、本当にスリム。これスリムだよ。俺もびっくりしたよ。スローガチ引いてんじゃん。嘘でしょ。しかもさ、全部タメ口じゃない。全部タメ口ある。おはよう、スリムって。黙れ。めっちゃ響いてるから。俺は見せれるのか。まあ、ちょっとみんなで動画出るか分かんないけど、とりあえず見ようと思って。なるほどね。ほら、次行くか。次行く。じゃあ次行きます。ヤング、どうした。歩道具あるから写真撮ってや。どこやってんの。歩道具を言うてるやろ。魔法が。魔法か。写真を撮りに歩道橋へ向かった。上で撮る。上やろ、そりゃ。歩道橋で言ってんだから。天気悪いな、でも。天気悪いね。お前よくせえや。あれにせえや。天気は変えられない。アホか、お前。どこやってる。どんな感じがいいんだ。スリムが好きな感じでいいよ。うん、でもいいし。天気悪いな、お前、ほんま。下からがいい、写真。下か。下？おい、うるせえんだ。持ってるやつだ。おい、なんとスリムは邪魔をされた怒りでフェンスを破ってしまった。スリム、今日どこ行くの。あ、どこ行くのって。まあ黙ってついていこうよ。寝不足やねん。鼻声やろ俺今日。普通に足元ふらついてるから。なん、何バカか。何、どうした。なんで寝不足なんすかって聞けや、お前バカアホやろ。ね、何してたの昨日。昨日あれやね、あの女と。あっちがエグくて、そのペースで来るっていうレベルで、俺のもうあのもう疲れてもうて、あっちのもうなってんのに、何回も何回も言うてんけど、しょうがないからもう受付で
3個プラスでもらって結局で寝不足か。わかるか。でお前えぐいぞほんまに。あお前今バカにしたな。いてこますぞほんま。撮影を忘れている。ちょっと待って撮影忘れて悪いことがすごい言ってたのよこれ全部後半はもう多分もう動画ではピーかかってるんじゃない。これ全部ピーじゃん。ちょっとスロー引いてるもんね。いやなんかおかしいもん。だっていつも相方とか言って可愛がってるもんね。いつものスリムじゃないじゃん。どしもれた言ってたよ俺まだ信じらんないよ。やっぱ疲れてんのかな。まあね、撮影がない日はこんな感じなのかな、うん、ストレスみたいな感じ日頃の、うん、そういうヤングが撮ってるわけでしょ。そうそうそう、ずっと俺タメ口なんで。それに対してなんか言わなかった。言う隙も圧倒されるっていう感じだよ、ね、勢いがすごくて。じゃあ一気に見ちゃおう。もう次もそうだね。そうだね。ジャパニーズ。それ結構歩いたね。まだ全然歩いてないやろ。疲れたんだけど。疲れてお前。お前ほんまやばいな。贅沢言うなよカス。これは前は関西弁なんだよ。俺はあそこに単車止めてるから。お前じゃあ後ろ乗れや。お前みたいなカス乗せたくないけどな。ほんまはな。お前ほんま感謝せ。ありがとうございますやろ。ありがとう。待てやカス。これは何がありがとうや。どれ。おいおう、これや、単車これや。タイのこと単車って言うの。この単車は警告の違反をしすぎている。すぐガン飛ばすなよ。なんかムカつかな。その時だった。お前何言ってんの。おい、スリム、やめとけよ。やばいよね、衝撃映像だよね。一般人追い回して、ガン飛ばして。ちなみに生きてるよね。いや、俺ちょっとその後見てないんだけど、スリムの服とかに血ついて帰ってきた。マジ。ちょっとね、これは載せらんないよ。まあとりあえず最後まで見てみよう。いや無理でしょ。俺はまあ信じてるから、中学校からの中なんで。これ見てか。疲れたねちょっと。はあ、お前もちょっと休め。嫌な予感がするおい、もう何プカプカタバコ吸っとんねん。カス、何普通にプカプカタバコ吸ってんねんて。悪夢再来。火やろうね。おっそおっそおっそ、カスちげえだろ。その時だった。お遅いで。これマジでやばいんだけど。人格何個。やばいよ、ビリビリが超えてるよ。いやこれは俺ではマジで好きだわ。でもちなみに生きてる。いやちょっとその後見逆に見逆に。ヤング、どうしたの。まあ、腹減ってるやろ。見ろ、俺にふさわしいやつだったわ。コンビニ辛さレベル、おい、キベに行ってもか。わからん、青やろこれ。めっちゃ赤いじゃんそれ。えぐいな、まあ、こんぐらいなくさで全然いけるけどな。あ、えぐい。知らんねえすからね、もう弱くて話にならへんねん。あ、そうなんだ。あ、それ入れるんだ。ああ矢口にうっとしいな。すいません、入れすぎじゃないですよ。スリム、スリム、スリム、お前入れすぎだよ、お前それ食べれないよ。食べないよ。スリム、それこれ入れすぎだって。黙れって言ってんだ。スリムの激凛に触れてしまった。俺はそんな怒んなくて。お前、うるさいって。俺、しゃぶっとるって。カス、オッケーオッケーオッケーじゃねえ、わかりました。カス、じゃ先輩、これ関係ねえぞ。そこは食ってる時水飲んじゃいかんから。あ、見ろ、ほら、うまそうやろ。いくやろ。いくやろ、いくやろ、いくやろってね。うわ、うまいに決まっとうけ。いただくで。うまいな、ほんまうまいな、これ。見とんねえ。我々は見てはいけないものを見てしまったのかもしれない。こわ、これで終わりなんだ。そう、ここまでしか撮れなかったのよ。スリムの怒り的にもうこのままもうめちゃくちゃ怒って出てっちゃったから。逆に逆に。はい、ということでね、うん、今全部スリムのプライベートか、プライベートね、終わって、ちょっと何かしらの対策っていうのも俺ら撮らないと、うん、結構本当に真剣な感じでね、うん、いつもやっぱあんま喋んない分、どっか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。
早くないですか集合。あれなんじゃっけ今日だって。あれもう遅刻じゃない。遅刻じゃない、俺いつも先じゃないですか。たまには会ってもいいんじゃん。え、てかスイム座る。キモい座れねえ。お前のソファ譲ったことなんてねえのに。いやいいよ、なんか飲む。どういうこと。キモいな、そんなこと言ったことねえだろ人生で。ちょっとさ、はい、聞きたいことっていうかさ、はい、あんなきゃいい。どうしたんすか、ドッキリ。信じれないんだけどさ。入れすぎじゃないっすよ、スイムスイムスイム、お前入れすぎだよ、お前それ食べれないよ。スリム、それこれ入れすぎだって。黙れって言ってくれ。スリムの激凛に触れてしまった。これがこれガチ。おっそらおっそらおっそら、これすげえだろ。その時だった。これマジ。いや別に言いたくなかったら黙れ。え、いや違う違う違う、黙れとかじゃなくて。ちょっと、あ、ちょ、二人一回ちょっと、お、貸す。ヤング関係ない。今は、うん、関係ない。そう、違う、ヤング、ヤング黙れ黙れ黙れ。あー、そこで、お前では貸す。いや、さすがに黙れって、デゴヒロ、そのデゴヒロ、これ貸す。黙れとかじゃなくて、ヒゲゾラ、ほらヒゲゾラも黙っとけ、貸す。ヤング、お前やったの。まあ、事故っていうかね。事故じゃねえだろ、貸す。お前、ええ加減せえ。違う違う、ヤングじゃなくて、これは何。まあ、俺の前に腕出すな、貸す。いや、それ一回いいです。お前やったの。ちょ、ま、お前違う違う違う、ちょ、お黙れ何。お前、あ、ちょ、お前、あれか、カメラ回ってんな。じゃあ、これは何。お前、カメラ回ってんな、貸す。いや、違う、いつもの。これは最低。黙れって、お前、貸す。これは何。黙れ、お前ら関係あらへんから。いいよ、今日はスロー、一回落ち着こう。俺はうるさいでしょ。お前、カメラ回ってんやろ。いや、ちょ、いい。お前、待って。待って。マジやったな、これ。黙れ。違う、一回黙ったほうがいい。違う、別に俺らはスリムを攻撃したいとかじゃなくて、これは何って聞いてんの。だからうるさいっつってんのか、それ。ちょ、ダメだって。ちょ、スリム、もう一回、今のはスリム、マジで聞いてるだけ。スリム、何が聞いてるの。これは何って。いや、お前ら関係あらへんから。なんかあんなら言いなよ。これは何って言ってんの。いや、お前ら関係あらへんから今日は。とりあえずいいんじゃない。だってデゴヒロ貸すよ、黙れが。デゴヒロ貸すか。お前さ、カンプでやめて黙れかと。